八郎知業は、熊本県出身の元プロ野球選手、高校野球指導者、政治家。ポジションは外野手。熊本校では1950年春の選抜に出場。準々決勝に進むが、小川秀夫、山本構三のいた高知賞に敗退。同年に熊本校を中退し、西鉄クリパースへ入団。 1952年には一軍に上がり、外野手として10試合に先発出場。1954年まで準レギュラーとして起用され、同年の西鉄初優勝にもムードメーカーとして大きな役割を果たす。しかし1955年は出場機会が減少。1956年に大英スターズへ移籍。同年は自己最多の65試合に出場。 うち17試合に先発し、一番打者としても6試合に起用されるが、同年限りで引退した。1952年に東急フライヤーズから西鉄に移籍してきた大下博士の自宅で、河村久文と共に下宿をしていた。大下は食費こそ取らなかったが、遊びもしないとストレスが溜まるということで大下の妻も交えた賭博を行っていたため、 いつも負けてばかりの二人は大下夫妻にお金を巻き上げられていた。もっとも大下の妻はこの金をそれぞれの名義で貯金しており、二人が下宿を去る際にはそれぞれにこの預金の通帳を渡したという。引退後は1960年に九州学院1974年から母校である熊本工業高等学校の監督に就任し、 春夏合計5回の甲子園出場を果たしている。熊本校に入学した伊藤つとむを高校2年時まで指導した人物でもある。政治家としては1971年から熊本市議会議員を1期、また1979年から熊本県議会議員となり2007年に引退するまで7期務めた。1998年には一年間議長を務めた。 引退直前の2007年3月の県議会で、南京大虐殺と従軍慰安婦はなかった、嘘をつく、教科書は許せない等発言、国会議員を馬鹿政治家呼ばわりする通して審議が混乱し、所属する自民党県議からも批判が出た。2007年、朝日中受賞受賞。2017年9月30日午前、肺炎のために請居したことが10月21日付。 熊本日日新聞長官にて公表された。87歳没。没後に日本政府から正語位に追伸された。ありがとうございます。